どうも皆さんこんばんにちは、ナミエちゃんです。ということで今回もビカムアレジェンド続きやっていきたいと思います。はい、ということで今回なんだけどね、リーグワン今日で最終回。最終回か、最終ですかということでですね、今日デイジョ戦と、メス戦やっていきたいと思います。はい、ということでですね、久保はもう覚醒期来たんですよね、前回でね。これでもうそろそろもう80前半は抜けるのかなと思うよね。今80なんだけど、この期間に83、4とかも行っていきたいよね。で、来シーズン中には80後半行ってレアル戻れればいいかなっていうステップなんで、まあ久保はもう今回の2試合でね、リーグワン終わっちゃうから、まあ今ね、まあ6点リーグワンで決めてるんだけど、あと4点決めれば2桁ですから、そこで決めて久保は今回終わりたいと思います。はい、ということでね、デイジョ戦やっていきましょう。久保はスタメンだね。まあ久保がもうめったにスタメンから外されることはないでしょうというね感じでもう定位置なんですけど、まあちょっと久保以外ね得点源はないんだよね今ね。本当にパイエも何もしない、そしてブライス・ホワイトも何もしないということなんで、久保はちょっと久保活躍しないとこのチーム本当機能しないんだよね。だからちょっと機能させたいところなんだけど、デジョンに関しては今日ロジェルがいて、まあそんぐらいだよね。あ、コナテいるね。俺クイアムの時使ってたんだよ。まあでもレベルがレベルでマルセイでしょ。直近全ほとんどね勝ってないですから、マルセイ前回も負け続き、ハイライトの試合全部多分負けてったと思うんだよね。だからそこほんとねちょっとやばいですよ今。来シーズン残るか残らないかちょっと考え中なんですけども、まあでも残るか方向性で考えてるんでね、今回の2試合で、まず久保は怪我出すことね、チームの動向やね、そこ大事だと思ってね怪我出していきたいと思っております。さあ今回で久保の、最終節、リーグワンでの半シーズンが終わるんだけどもね。まあちょっとレアル今のものだと戻るの厳しそうだよねこれね。リアルでね、あの久保なんか来シーズンレアル戻るんじゃねえか的なね話出てますけども、まあちょっとウィレでもねリアルでも厳しそうだね今のままだとね。だからちょっと久保はもう来シーズンはもう確実に2桁2桁得点2桁アシストぐらい数ぐらいのつもりでね、ちょっとそこに向けて準備していく所存であります。飯田マリエはあれでしょ、花晴れか。さあワイト、うん、ワイトいいんだけどね。あーでもワイトがちょっと攻撃活性化させてくれそうだな。あーワイト来た、あーチャンスだ。あーワイトちょっと全然今日何もないよ、なんだこれ。全然攻撃は枯れしない。パイ欲しいな、パイあげちゃったのそれ、なんであげちゃったのそれ。あ、チャンスよ、久保さん、久保さん、久保さん、あ、いた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 、あーっと PK 久保来たよこれ、来たんじゃないですか、これ久保蹴らしてくれんのこれ。え、蹴らしてほしいよね。あ、これは完全 PK でしょ。あ、これまた入ったねこれね。いいですよ久保さん。蹴らしてくんねえじゃん。あーこれ蹴らしてくんないじゃんパイ、なんで蹴っちゃうの君、決めてよこれ。さす、ちょっとさ、なんでこれ、もうパイお前、ちょっとさ、何外すんだよ、蹴らすなよそれ。無駄にしたなパイお前、もうパイ出てけお前は、ほうお前ほんとざけんなよ本当に。これ取り返すでもお前自分で、お前そうだ入ってワイト、ワイト、ワイト、久保痛い痛い、あ久保チャンス、右や左やしょー久保来たナイスこれですよ7点目今シーズン、これです。これワンツーしてからさ、ワイトとワンツーしながらこれですよ、これ吹っ飛ばされたけどこれ取り返したよ、ざまあみろお前ら、取ったら終わりじゃねえんだ。いいね、あれどんどん回されてるけど大丈夫これ。あワンツー来たよほら、あやばいよほらこれ、打たれよこれ、あーぶねー来てますよ来てますよ、そうそうそうですそうです、サイド行きましょう。あれー、あ浮き玉か、あ来てるよ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 、久保さん、あ久保さん来た、いらっしゃい、あー久保今日2点目来たね、2点目よこれ、今シーズン8点目これ、2桁いけんじゃねえのこれ。これないっすよねこれ、サイドちょっと引っかかったけどさ、これ取り返して、これ縦入れてワイト、ワイトの方がいいんじゃないこれ、ベネットダメだあいつは、ちょっと俺のパートナー資格ダメ。さあここで縦を入れてほしかったな、あー来ちゃったよこれ、何も行かないこれ、行かないね行かないね、なんと行かないの。今の場面さ、ちょっとディエンスね、あれ変わらないでさ、ゴールキックにするすべ学んでほしいな次のあれで。あー久保、あー強くなったね、あれ強くなってな久保、サイドいけるなこれ、サイドいけるよ久保、あーサイド入った入った、右シュート、あーさあ大丈夫大丈夫これな、ね、ちょっとコミュニケーションしっかりして、そこさあもう行ってほしいな、あいたいたいたいよー、あーよかった
久保の2点で決着。うん、やっぱり久保覚醒器の影響来てますね、これね。でも前回も決めれたけどね。いや、毎回覚醒器というのは決めなきゃいけないね、これはね。レアル戻るには上々ないい形だと思いますよ、これは。では来シーズン、ジダンをどう評価してくれるかですね、この今回。終わってからね、多分ジダン、来シーズン久保戻すかという判断になると思うんだけど、まあそこをちょっとね、ジダンにアピールできたのかなと思います。まあでもこれ EL だね。多分もう3位は無理だよ。6位もなかったけど、もう3点出ると6差だから、もう無理ですね、これは。だから EL が限界ですね、これね。まあ EL 出てもいいんだけどね。ちょっといきなり CL 早すぎたね、今シーズンね、久保にとっては。だから来シーズンはちょっと EL 出て、そこから着実にステップアップしていくって形の方がいいかなと思います、来シーズンね。さあ、ということで最後、メス戦やって、今シーズン終わりましょう。久保は引き続きスタメンです。まあちょっとね、ちょくちょく上がってきてるんだよ、能力はね。まあ久保が一番高いのボディコンだからね。うん、だから、フィシコンが弱いけど、そこのボディコンを補えるっていう面では、ボディコン高いのでかいよね。だからもうそろそろですよ、本当に久保はね、メッシ級のレベルに行くのね、もう少しだと思うんで。でもメスに関しては、まあそこまで強いんだよね。だから、まあそこまで前回とデイジョンとあんま変わんないんでね。まあこれ勝って、まあ本当に EL 抑えましょうっていう話ですね。来シーズン、まあ EL 出てそこで武者修行だね。多分レアル、いや、来シーズンはちょっと戻れないからね。まずは段階踏んでいかなきゃいけないんで、ね、いきなりレアルも多分出れないからね。なのでそこの来シーズンステップアップ EL ね、出るためにもね、ここ最後勝ってね、EL 収めたいと思います。さあ、今日で最終節だ、終わりだ。いや、でも久保は成長したんじゃないかな。今シーズンで80いったからね。だから来シーズンはレアル戻る前の最後のシーズンですね、これはね。まあだからね、来シーズンまではね、いようと思うんだよ、ここには。だからちょっとね、その次がちょっと分かんないです、本当に。来シーズン、マルセイユってレアル行っちゃっていいのかね、これ。まあちょっとそこはちょっと考えたと思うんだけど、まずはここで最後終わらせて、しっかり久保君は、終わりたいよね。そう、ここ入っての久保、ここで、サイド行きの層で縦入れて、ワイト、打っていく。打たれるの何回見てきたからね。久保し、あ、やばい、入ってきて。まずいよ、打たれるよ。何も行かない、なぜ行かない。パイエ打っていく右足。はい、取れたね。縦入れていいよ。はい、縦入れていいよ。はい、ワイト。はい、ワイト来た。はい来た。久保建英アシスト、素晴らしい。いや、ワイトとのコミュニケーションいいね、これね。いや、これで2試合連続で怪我してるからね、これ。これ、次男にかなりなアピールになったんじゃねえの。これね、やっぱいいですよね。ここで分かってるんですよ。これ、ワイトを落としてくれってのはね。それで、ワイトを生かすべきだけですか、あとね。サイド行き。でサイド行き、そう、縦パス入れてワイトを生かしていく。シュートは、あ、ここでもらいつの、そうです、ワイトさん、そうです、で裏抜けていいんです、そうです、ワイト、あ、左足、あー、ここ逃げ場いいね、これ。あー、終わったね。今シーズンの久保の、リーグワン終了。まあ、結果的には9ゴール、7アシストかな、ちょっとアシスト数は忘れたけど、まあでも半シーズンで、ね、9点はすごい方なんじゃないんですか、これは。いやー、でこれでトータルでね、あれでもし1シーズンやれば18点ですからね。だから久保はもう直接に上がってますよ、これは。もうちょっと久保が覚醒するのも目の前じゃないの、これは。だから来シーズンは、レアルに戻る前の最後のシーズンですよ、これは。まあそこはしっかり久保ね、多分重要なの分かってるんでね。来シーズンリーグワンでフルで、フル稼働できないとリアルに戻されないからね、そこを意識して来シーズンプレイしたいと思います。ということで 1-0、 まあ EL 取れたんじゃないかな。6位フィニッシュです、今シーズン。まあだからちょっとね、久保頼みですよ、本当。マルセイユはこれあんま良くないですね。だからちょっと来シーズン補強するのか分かんないけど、このままでは EL もちょっと厳しいですね、優勝は。なんかそこを EL 優勝するんだったら補強プラス久保の成長が必要ですね、これね。さあ、シーズンベスト11発表。あ、久保建英がリーグワンベスト11ね、選ばれてます。メッシ、ムバッペ、ベラティ、アウアル、フィーゴ。あ、フィーゴがモナコいんのこれ。アギラル、ルガーニ。このメンツの中で選ばれてるからね、久保は。かなり成長してるってことですよ、これ。そう、ね、本当に。その証拠、半シーズン行ってね、もらえるわけだから、ベストレブンね。これ来シーズン MVP 目指す勢いでね、ちょっとやっていきたいと思います。はい、ということで最終日まで来ました。ということで今シーズン振り返りしていきましょう。はい、ということで久保っちは結果的にはね、22試合出て9ゴール3アシストということで、まあ悪くなかったんじゃないかな、これは。まあこれマルセイユ来ての成績だからね。で今82まで到達したわけですからね。まあだからこっから結構もう久保の全盛期ブレイクはもう間もなくって感じですよね。だから来シーズンは一体どうなるのかというね、85、86は行きたいね、来シーズンで。まあでも本当に久保の今時代来てますから、そろそろですよ、本当に。あとは久保がまあ来シーズンマルセイユ何を起こせるか、 EL 優勝を目指せればね、レアル戻るのも近いと思うんで、そこ目指していければいいかなと思っております。さあ、ところでリーグワンのゴールランキング見てみましょうか。メッシが32点、そしてムバッペが22点ということで、ちょっと PSG はもうちょっと
1個ずつ抜けてるね。マルセイの中ではワイトと久保が8点ずつと。まあ、久保は、あ、そうか、8点か。8点だね。6点か、ほんとなさすぎるね、これね。2桁取れる人も全然出てこないからね。で、久保が来シーズン多分2桁取ると思うから、そこを目指していきたいと思います。はい、そしてチャンピオンズで結果的にはマンチェスターシティが優勝です。4位でバルサを下すと。マルセイユ、そう、マルセイは結果的にね、まあ、グループリーグ突破してイベントスにね、負けましたね。だこの壁を破れないとちょっとですね、レアル戻るの厳しいと思います、本当に。あ、そうか、レアルあれかね、グループステージで確かね、マルセイと同じ組だったんですよ。そこでね、あれ敗退してますから、イエルマスターだよね。レアルもちょっと調子悪いんで、戻ったところで、久保が戻ったところでどうなる問題でもないのかもしれないけど、まあちょっと今ね、マルセイで、まずこう活躍することだと思うんでね、まずそこ、その先に CL のね、優勝とか見えてくるから、まずは久保は今やるべきことをね、一つずつやっていけば CL ね、また戻ってこれますから、そこ戻れるようにやっていきたいと思います。はい、ということで、今シーズン、ここまででご視聴ありがとうございました。まあ、半シーズンでね、8点決めてたからね、リーグワンで今シーズン。まあ、着実なステップアップは解けてますけど、セルタの時、ヘタの時、こんな得点がなかったからね、だから、着実にで久保のレベル上がってるんで、あとは来シーズン、どうなるかですけども、まあ、来シーズンはちょっと EL 優勝だね、そしてリーグワン優勝だね、パリがいるからね、厳しいんですが、まあ、ちょっとパリに食いついていかないとね、本当にレアル戻るのもちょっと論外なんで、まあ、そこを食いついていけるよね、マルセイユね、復権させて、レアル戻れればね、一番いいかなと思っております。はい、まあ、次回ね、ちょっと、ワールドカップありますから、メンバー入ってるんで、そこちょっとやって、代表やりましょう、久しぶりに。それでやってから、マルセイユでまた新シーズンということでやっていきたいと思います。はい、ということで今回ここまでご視聴ありがとうございました。また次回お会いいたしましょう。バイバイ。